頭が、島は、長崎県五島列島の中通島の東にある、島である。前頭が、長崎県南松浦郡新上五島町に属する。五島列島は、島の空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに、作成中通り島東部の友重港の北東に位置し、五島列島の最東端の島である。中通島と最も近いところは、 原見瀬戸を挟んで約150メートルほどの距離で1981年に頭が島大橋が架けられている。約2.5キロメートル東には平島がある。幕末までは無人島だったが明治維新の前後に中通島のタイの裏のキリシタンが迫害を逃れて移住してきた。その後カトリックに復帰した信徒たちによって教会が建てられ1919 19年には 現在のカトリック頭が島教会が完成した。1981年に島の東部の山を切り開いて、上五島空港が建設され、開港に合わせて頭が島大橋が架けられて、中通り島と結ばれた。交通の便が良くなったことで一躍脚光を浴び、島を訪れる観光客も増加したが、2006年3月に上五島空港を発着する。 高級路線はすべて休止された。2007年1月、頭が島協会が長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の協会の一つとしてユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載することが決まり、2015年2月に正式推薦。同年9月にユネスコ諮問機関の国際記念物遺跡会議の現地調査を経た結果、2016年2月に 近況期に焦点を絞るべきとの指摘を受け推薦を一旦取り下げ、対応を協議し再推薦は決まったが近況期を象徴する、頭が島の集落とすることとなり、頭が島協会は集落景観に包括する扱いとなった。2018年6月30日に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として世界遺産登録が決定。この際、 世界遺産に求められる法的保護根拠を文化財保護法の重要文化的景観とすることが決まった。頭が島は上五島空港敷地を含め全域が新上五島町先浦の五島一集落景観に選定されている。島内の集落は頭が島境界がある白浜地区、頭が島大橋近くの浜パク地区、南岸の田尻地区、先浦漁港がある。 福浦地区の4カ所。先浦の後藤一集落における石積み技術は重要文化的景観、長崎市外海の石積み集落景観に選定されている列集落などから移住してきた隠れ切り師団によってもたらされた。また、一体で行われる漁業の主体となる木びなご漁は熊本県天草市の吉集落から伝えられたとされる。これらのことはユネスコが重視する 文化循環を象徴している。潜伏キリシタン関連集落画像佐世保港からのフェリー、高速船が発着する中通島の有川港から車で約20分。有川港からは西小江自動車の路線バスもある。また、島内に上五島空港があるが2018年現在には定期便が存在しない。長崎の島長崎の島紹介、古島、 後藤のプロフィール、長崎、天草の、潜伏キリシタンが、世界文化遺産に、決定22件目。産経新聞、https www.sankei.com スラッシュ life スラッシュ news スラッシュ180630スラッシュ lif1806300038-n1 と、 html 2018年6月30日閲覧長崎と天草地方の潜伏キリシタン世界遺産に読売新聞 http www. 読売 COJP カルチャー2018万631と ht5066html 2018年6月30日閲覧 中通島の赤尾号とともすみ号の漁港名も先、裏漁港という、ありがとうございます。